とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー登っていこうと思います。いつも通り、20周ですね。では、頑張っていきましょう。今シーズンは結構ね、いいものが出やすいので、チャンスだと思ってます。頑張りましょう。どうだ、一発目。まあ、太陽の愛はいらない。影。あー、まあ、下にね、クールダウンついてる。クールダウンついてる。うん。クールダウンつくだけで、まあまあまあ、よしとしましょう。黄金はね、影の爆発で全然いらないんだけど、いいでしょう。あ、でも影の爆発を使ったビルドってまだ、作ったことないよね。ちょっと考えてみてもいいかもしれない。どうだ、あー255か。でも黄金に重力がついてる、これはありだね。期待できるかもしれない。2周目いきます。2周目、おーおー、ポーションバリアがあるぞ。ポーションバリアがついてる、これはいいかもしれない。いい流れだと思う。黄金は、あー黄金は相変わらず良くないね。こっちは、おー、武器はね、重力がついてそこそこいい感じかもしれません。まあいらないけどね。これは3回目行こう。次行ってみましょう。3がつくんだけどね。3がつくけど火炎フォーカスはいりません。火炎フォーカスちょっといらないんだよな。横、おー、ポーションバリアついてる。でクールダウン、あー、ドッグフォーカスか。まあドッグフォーカスは使い勝手があるからいいとは思うけどね。クールダウンがついてないな。こっちは、おー、あー、防護1か。いや、黄金いいよ、いいよ。クールダウン、ポーションバリア、久しぶりついたな。まあ、それ以外はちょっといまいちだけどね。オッケー、オッケー、オッケー。流れはいいと思うよ。一応使えます、これ。キープ。どうでしょうか。ダイナモがついてる。あー、無限ダイナモができてないな。でも、黄金がクリティカルさん、いいね。うん、どうでもいいやつがついてないっていうのが本当に素晴らしい。これダイナモがどっちか、あーじゃない、貫通か、どっちかついてたら強かったろうな。おー、悪くなかったろうし。横、あー、でもテンポセフト3、悪くない、いいよ。こっちは、おー、クリティカル3、いいね、すごくいいと思う。うん、クールダウンショットついてるし、まあまあ使えないけども流れはいいと思います。次行こう。はい、どうぞ。これは良くない。でも重力ハンマーがあるな、今回は。重力ハンマー、シュルカいらない。重力はもう重力がついてるから黄金には何がつくでしょうか。どうだ、あー、輝き1、よくなかった。下はいい、下は良かった。これ黄金にシナジーだな。黄金にシナジーついてれば、これは使ったけども輝き1ではちょっと使いません。次5、はい、おっしゃ、まあまあこれは良くない。久しぶりの、あ、でも怒りもね、まだそうね、一応すごい強いのあるけど、もうちょっと別のやつも欲しいんだ。おいおい、255の257。どうしたこれ。まあまあまあいいや。どう、クリティカルリフレッシュ、アンチャンティング、衝撃波出た、いらないやつ。次いきます。次、おし、来た来たよ。まあまあ強固はね、強固はまあ、こんなもんですわ。うん、よろしくない。で、機械仕掛けも、まあ、使えないね。
頼むよ。今日1回出てるから、クールダウンとポーションバリア出てるからね。頼む。ついてない。ついてねえのかよ。黄金、黄金は何？出た出たよ。これじゃあない。はい、あーん、ん、あーでもな、うーん、重力で集めてクリティカルで攻撃で倒した時にリフレッシュ発動を虚無がな、まあまあダメージは上がるんだけども、この攻撃速度なら虚無よりも雷の方が強いかな。まあまあ使えると思うね。これは使えるとは思います。横よろしくない、無限ダイナもできるけども、この武器ではないんだよね。無限ダイナもいけるけどもこれではない。いやでも悪くはないね。こっちは何もついておりません。うん、あ、この2つは悪くはないけども探してるやつじゃないな。次はどうでしょうか。あ、全部ノーマルだな。いらないね、全部ノーマル。うんうん、よくない。次は、お、ゴーストキンドラー来たね。今回弓がね結構クリティカル3が出てきてくれるんで悪くはなさそうなんだよね。まあこの2つ良くない。キンドラーはどう？ダメだ、ソウルフォーカス1。なんか最初良かったけどどんどん悪くなってきてる。これ10回目ですね。次後半戦いきましょう。後半戦でーす。よろしくない。衝撃波1、よろしくない。これも、いやー、これなんかどんどん悪くなってる。はい、ラヒットか。ラヒットか。まあ元からねクールダウンついててお得なんだけど、ちょっと好きじゃないんだよな。はい、次良くないね。ダメでーす。どうだ、またラギットで上がった。まあまあクールダウンはついてるからね。クールダウンついてるよ。おー、無謀さんか。はいはい。イカどうですか。イカよろしくない。うん、こっちも良くないな。はい、あー、まあ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 、物は悪くないんじゃない。どう、重力がないな。重力がないわ。一番右に重力で正解だったね。よくないな、惜しい。どう、ついてない。ゴーストリーでもキンドラーでもどっちでもね変わりはしないから欲しいんだけどね。これのクールダウンポーションバリアがない。いや、タングルビーと雪玉ついてて結構いいんだけどね。惜しいです。次は、おお、なんかまた同じようなやつがつきましたけども、あ、裏切りの刃いいね。いや、いいけども、これはユニークのやつが絶対強いんだよな。まあ悪くないね。キョムさんの重力、クリティカルの方かな、ダイナモよりも。でリフレッシュついてていいね。でもこのダイナモと痛みがついてるって、この2つがねめちゃくちゃいい。これ他の武器だったらほんと強かったね。うん、このエンチャセットの怒りが欲しいもんね。いいエンチャ本当に。でイカは、あー、イカは良くない。まあこっちもね、あー、惜しいな。裏切りの刃か。はい、いやー、ダイヤモンドの剣にガードストライクはどうなんだろうね。いやでも珍しいね、黄金にガードストライク3がつくって珍しい。うん、で下もまあまあ悪くはない感じかな。リフレッシュと爆発と虚無か。うん、いやもうむしろさ、
リフレッシュと、爆発と輝きつけてもうゴリゴリの回復装備にしてもいや微妙か、微妙ですね。ピグリンはいらない、これもいりません。はい、では残り3回ですね、頑張りましょう。ラスト3回でいいのが来たかもしんない、ラスト3で来たかもしんない。まあまあこの2つはよろしくない、頼むよ、頼みます。そろそろ欲しいんだ。どう？ダメか。黄金は？うわ、ソウルフォーカス1。あれ？あれ？なんか前もこんなん見たような気がするんだけどね。いや、これじゃあ使えないんだよな。ラスト2回です。あと2回ですね。あー、256。ダメ。こっちは？いや、強いっちゃ強いと思うよ。でもね、スーパーチャージまで欲しかったな。オーバーチャージのクリティカル虚無で、そうね、ヒューズショットとかつけても面白いかもしんないね。ありだとは思う、ありだとは思うけども、もうちょっと火力漏れそうな感じですね。こっちは、あー、よくない、キープだね。はい、ではラスト1回いきましょう。ラストがよくねえなラストよくないな。ダメだね。いや、惜しいのはね、結構やっぱあるんだよね。あるし、物はいいのが出るのよ。もう少しだと思うんだけどな。なんかやっぱり今シーズンは、本当に惜しい。出したいね、なんとか。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。